タロム航空381便事故は1994年9月24日に発生した航空事故である。アウレルブライク国際空港発パリオルリー空港行きだったタロム航空381便がオルリー空港への侵入中に失速し急降下した事故である。乗員乗客186人全員は無事だった。 事故機のエアバス A310 から325は1992年12月17日にタロム航空へ納入された。事故後も運用され続け2018年にアルメニアエアウェイズに売却された。381便はアウレルブライク国際空港を離陸しパリオロリー空港20時40分ごろ到着する予定だった。オルリーエーティスが滑走路26が 使用可能で、指定 10km で2400フィート地点に雲があることを報告した。10時30分、機体は巡航高度の35000フィートから降下を開始し、10時38分39秒に381便は、ムラン VOR を速度400ノット、高度6600フィートで通過した。10時41分1秒、 管制官は滑走路26への ILS 侵入のため方位を310度に変更するよう指示した。滑走26を指認したため、機長は自動操縦での着陸侵入を継続した。10時42分53秒にフラップとスラットが15度に設定された。滑走路に正体する前、オイエビーコンを250ノット自動操縦で通過中に機長は グライドスロープが捉えられていないことに気づいた。機長は自動操縦を解除し、手動での侵入を続けたが、オートスロットルは解除されなかった。10時43分22秒にフラップが20度に設定された。この時、速度はおよそ195ノットで、フラップを20度に展開できる速度を2ノットほど上回っていた。フラップが展開されると、 スロットルが上がり速度が増加した。機長は揚力の増加に伴う機体の上昇を止めるため、サイドスティックを倒した。スロットルがアイドルまで下げられたが、水平安定版のトリウムが機種上げ位置に動いていった。トリウムの増加により機種が上がり始めたため、パイロットはサイドスティックを再び倒した。トリウムは機種上げ最大位置まで動き、 昇降打は機種下げ最大位置まで動かされた。また、スロットルは急速にアイドルまで下がった。数秒のうちに機体の上昇角度が60度近くまで増加した。目撃者は381便が急上昇するのを見た。4100フィートまで上昇し、速度は35ノットまで減少した。機体は失速し、33度の降下角度で地表へ落下していった。 機長は降下中に、メーデー、と管制官に伝えた。管制官は、ああ、タロム381、方位1 8十二、左旋回と言い、数秒後に、タロム381聞こえるか、と返答した。急降下中に、地表接近警報も作動した。機長は800フィート付近で機体の立て直しに、成功した。十時五十二分に八十一便は再び、 着陸侵入を行い、オルリン空港へ着陸した。フランス航空事故調査局が事故調査を行った。最終報告書では、機体の異常な機種上げと失速は、水平安定版が機種上げ限界位置まで動いたことだと述べた。これらは、機長が自動操縦の復帰について理解していなかったため、発生した。突然の機種上げに対して、 パイロットたちは証拠打を使っての修正操作ができなかった。また要因として以下を挙げた。1994年10月14日、フランス民間航空総局は各国の航空当局に対して A300 から600と A310 を保有する航空会社へ通達を勧告を行うよう通達した。1995年1月24日、BA は 複数の勧告を出した。勧告ではすべての状況下において自動操縦よりもパイロットの操作が優先されるかどうか調査を行うことや自動操縦のモード表示の変更を検討することなどが求められた。ありがとうございます。